ちょっと怖すぎない？目見たらあかんってやつでね。出発。行くぞ。おう。お、始まったのか。神殿に行くためには、なるほど。お、来た。どうやって攻撃すんの？ X、 あ、 Y ボタンだ。攻撃は Y と X。 お、攻撃すると JP が減る。なるほど、 X ボタンの方が攻撃力高いんだね。 JP ボタンってどこにあるんだろう。あ、あれね。なるほど、時間が経つと回復するっていうやつかな。ん？あれは？チャップよく出てくんな。もうなんで私たちがこんな目に遭うの？これも姫のためだ。仕方ないんだ。おうでごわす。チャップさんは姫に惚れてるでごわす。ペペロン、俺はそんなんじゃ。デレデレじゃねえかよ、もう。お前たち。シンデレラ隊長どうしたんですか？うん、俺は新人冒険者の特訓をしていたところだ。ねえねえ。あ、君はこの前の、そういえば名前聞いてなかった。俺はチャップ、君は？ミララか、よろしく。うん、よし。なんか俺完全になんかちょっと浮いてるような気がする。なんか背丈的に。それで、お前たちは一体何をしていたんだ？俺たちはメローラ姫からのクエストの途中で。おお、つまりお前たちは大事なクエストの最中にのんびりおしゃべりを楽しんでいたわけだな。え？あ、いや、そういうわけじゃ。嘘でしょ？お前たち命がいくつあっても足らないわ、バカ者が。よし、いいか、寄り道などせずにさっさと行ってくるんだぞ。まったく。聞け、お前もだ。気を抜いてんじゃねえぞ。ここから先神殿への道はまだまだ続く。一度町に戻るが、準備ができ次第出発する。たとえ死んでゾンビになっても特訓は続けるからな。行くぞ。覚悟しておけよ。お、いきなりもう死んで、行ってやろうじゃねえか。はい、行くぞ。邪悪神殿、ヘビーテンプラー。おい、ヘビーテンプラ神殿、ついに到着だな。まずは階段の下をよく見ろ。ば、なんだって？いきなり神殿に挑んでも勝ち目はない、帰還しろ。さあ行くぜ。聞け、なんで、なんで一度帰るの？え、ここまで来たじゃん。え、どういうことや。お、チャップ、あれ、俺ミララ、シンデレラ隊長まで、なんで神殿に？え、じゃあ君もメローラ姫にお願いされたってこと？俺たちもメローラ姫に頼まれてパープルアイを取りに来たんだ。はあ、あのバカ女、誰かで構わず頼んでるのね。それでお前たちはパープルアイを手に入れたのか。オイドンたちはメドゥーサに石化されそうになって、はい、逃げてきました。大きさも違いすぎるし、あんなのに勝てっこないわい。僕なんかレベル1だからね。お前
前たち、てめえら聞け、メドゥーサごときに負けてのこのこ逃げ帰ってんじゃねえ。お前らの根性をまとめて俺が叩き直してくれるわ。行くぞ、全員一度町までついてこい。そのたるんだ心と体を鍛え直す。もうそれだったらもうシンデレラからもうやっていけてしまえばいいと思うんだけどな。よし、さてチャップたち、お前たちはなぜ負けたか理解できてるんだろうな。メドゥーサが強すぎました。バカ者が、ダンジョンの奥にいるボスが強いってことは100万年前から決まっている常識だ。ずいぶん昔から決まってんだろうね。いいか、お前らが負けた理由は簡単だ。お前らの心に負けるかもしれないという心の弱さがあったからだ。メドゥーサ討伐はミララに行ってもらう。ちょっと、巻き添え食らってんだけど。俺たちは、もちろん行かせるが、一緒に行くのは一人だけだ。なんでごわす、仕方ないの。ゲームシステム的にゲストキャラは一人が限界のようじゃ。そうなんだね、ゲームシステムとか言っちゃったから。マジでこういう展開になるんだ。誰を連れていくかは出発するときに選ばせるぞ。今のうちによく覚えておけ、考えておけ。ノーノー、そうか、どうしようかな。チャップもいいし、魔法使えるゴブさんとかもいいかもしれないね。おお、そうじゃ、メデューサ討伐に向かう前に素材を合成して装備品を作るシステムも忘れてはいかんぞ。うん、装備クラフトのことだな。持ち物メニューの右下から装備クラフトが行える。素材は詰めれば新たな装備を作れるのだ。やば。でも俺のヘナチョコのアイテムで作れるかな。クラフトライセンス、なるほど、これをもらえないと解放されないんだね。よし、作れる装備はカタログを入手すれば増えるぞ。ねえねえ、あ、そうだミラだ、このカタログ間違って2冊買っちゃったからあげるよ。あと余ってた素材もめっちゃいいやつじゃん。何から何までくれるんだな、チャップ。ノーブランド基本の型を手に入れた。普通のブロンズをて、いいよ普通で。シワシワコットンを手に入れた。いいよ、シワシワで全然大丈夫だよ。うん、しょぼい素材だけど足しになるかもね。しょぼしょぼの綿と、あと普通の銅で何が作れるかな。他のカタログは服屋で買えるから後で行ってみたら。それから町の人のクエストもやっておくといいぞい。特にショーの終盤で受けられるようになるクエストは、報酬でもらえる武器はそのショーのボスによく効くそうじゃしの。それに困っている人を助けて有力な情報を得るのはゲームや RPG のお約束じゃからな。ちょっと待って、今ライセンスもらったから行こうと思えばメデューサと戦うことができるんだね。やったぜ。さあ、まあね、いきなり戦っても勝てないんだろうけど、いや、どんだけ強いのかってを知るためにね、魅惑のパープルアイ、これちょっといきなり行ってみようか。ボスやば、ボスのあの顔やばいでしょ。よし、出発の準備はできたようだな。何も出発の準備してませんけどね。さあミラだ、誰を連れていく。そっか、ちょっと魔法使える人がいいよね。マヨネかな。うん、ちょっと下心があったとかそういうことじゃないよ。はあ、なんで私、チャップの依頼でしょ。何か不満があると。ないです、行かせていただきます。もう仕方ないわね、足引っ張らないでよね。まあ、レベル2だけどね。では行ってこい、敵前逃亡は許さんからな。ちょっと待って、このメンバーで行く、すげえな。まあ、今回はね、ボコボコにやられても相手がどんだけ強いのかっていうのをね、邪悪神殿ヘビーテンプラー、
すげえな、邪悪神殿っていう名前のネーミングセンスすごいな。行くぜ。ちょっと待てよ、俺どんなアイテムとかね装備してんだろうな。見ることできんのかな、ジャラ。一応ジャラがね、この多分ね、みんなプチレアで相当やばいやつ相当やばいと思うけど、さあちょっと、まだゲームの操作もおぼつかないんだけどな。うわーやばいなこれ、痛い痛い。ちょっと、ね、いきなりなんか食らったぞ。モンスター、クローンか。イエーイ、やっぱりマヨネー魔法使える。わ、結構広いんだな。てかゴブさんどこにいたの。おい、何も見えないぞ、怖い。ん？なんかのスイッチがある。どこ開いた今。ガシャーンと音したけど。ようやく次行けるよ。嘘、もう来ちゃった？回復できる。ちょっとジャラ変えることができるんだね。変える必要ある？強さ、なるほど、ガード、まあ、ないんだな、何もないな。さあ行くぜ。ちょっと怖すぎない？目見たらあかんってやつだよね。うわ、動き早い。ちょっと待って、ちょっと頑張ろう。おら、よいしょ。うわ、かわされた。なあ、わ、怖い。なんかしてくる。危ない、危ない。なんか投げたね今。戦えてんじゃん、もしかして。意外と戦えてるぞ。あ、よかった、俺妖怪ウォッチバスターズで結構結構、うわー、無理ゲーとか結構よくやってたから戦えて、あー、随分飛ばされてるな。お、あいつの光は避けるのよ、隠れながら近づいて。あー、あれ今ので食らったの。助けてー。ああ、時間が経てば元に戻るんだね。やべ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 、ああ、ミラーシールド持ってねえよ。痛い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 。ちょっとあれやられたらきついな。おくれ、いけるで、倒せる。OK。こんな強いやついきなりやっつけちゃっていいのかな。ほい、あともう少しで強力な攻撃ができるぞ。いてて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 、てやーばい、攻撃やつきはない。何されたんだ俺。うわー、なんかパワーアップしたっぽいんだけど。おい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 、やばい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 、やば。ちょっと戻った戻った、オッケー。しかも体力回復した。あ、マヨネを連れてきたのやっぱ正解だったな。はい、なよくわかんないけど回復呪文っぽい。うわー、ちょっと待って、なんだなんだなこれ。よう、避けようがねえじゃん。あ、ガードできる。あれあれ、そうだ、一応ガードできるんだった。ちょっとまずいぞ、ちょっとこれ以上まずいぞ。おら、避けろ避けろ避けろ。押したー。やっつけた。今回はねちょっと小手調べのつもりで負けるつもりで来てたんだけどな。よかったー、パープルアイってやつもゲットしたね。やったー。
やったー、パープルアイゲット。いや、ゲットしたのはお前じゃないけどな。パープルアイってそんな感じなんだね。やるじゃないの。いや、まさか俺もできると思わなかったわ。早速城に戻ってメローラ姫に届けるでごわす。褒美をたっぷりともらうとするぞい。でかしたぞミララ、ミララたち。ちょっと待って、頑張ったの俺なんだけど。いいらない。なんでねえ、もうパープルアイとかブーム去った感じがあるし、全然テンション上がんないっていうか、うん、ぶっちゃけ終わってる、終わっているそうじゃ、終わっているそうじゃねえよ。